はい、50歳から土地家屋調査士として,してデビューするのはありでしょうかという話ですね。50歳からですね、土地家屋調査士のデビューというのは全然ありです。土地家屋調査士の新規登録者の年代別構成費をお知らせします。平成30年度のデータです。20歳代が21人、7.3%、30歳代が83人、 28.9%、40歳代が124人、43.2%、50歳代が40人13.9%、60歳代が15人5.2%、70歳代が3人1%、80歳代が1人いるんですね。0.3%ですね。年代別の新規登録者ですが、40歳代までが79.4%、50歳代以上が20.4%というで 50歳代というのはですね、50歳というのはまあ決して若くはないですけれども、50歳以上の新規登録者が20.4%いるわけですから、全然これね、無理な年齢では えー、ないわけですね。えー、まあ、資格制度はですね、年齢制限がないんです。仮にですね、75歳まで仕事を続けるとしても、えー、50歳から25年も働けるということになります。えー、50歳から土地家屋調査士をデビューするというですね、えー、メリットは非常に大きいということになります。えー、ぜひ、えー、まあ、年齢高い人もね、えー、この教会来てください。ありがとうございます。バイバイ。